慶応の激ムズ単語問題解いてみてくださいということで、 OR 成功、感触、弁膜弁膜って読むのかな、これ。そうで始まりました、モテチャンネル。さあ今回なんですけども、慶応の激ムズ単語問題解いてみてくださいということで、そちらやってみたいと思います。慶応激ムズ問題って言ったら、ああ法学部のやつのことかなって思ったら、看護医療の方やってくれってことで、ああ単語クイズね、はいはい、看護医療といえばっていうのでやっていきたいと思いますね。新しい問題出てますので、2021年かなを解いていきたいと思います。はい、こういう形式なんですよ。以下の各組のアルファベット各1文字を入れると、括弧内に示す品詞および後に続く日本語と合致する英単語1語になると、括弧の1文字目として最も適切なアルファベット1文字を選び、回答欄のその記号を丸で囲むんだね。で、最初の例が看護師、ナースですね。ナースだから N から始まってるから、そうやって書けばいいと、まあ、こういう風に解いていけばいいってことですね。本当にむずいのかな。1番、豪邸、大邸宅、マンションですね。はい。M が正解ですね。だから、マンション、だから日本語とずれるやつですね。だから、分譲マンションとかだったら、コンド、コンドミニアムっていう風に言いますよね。で、普通のただ借りてるやつ、アパートメントですね。アメリカって言ったら、マンションって言ったら、やっぱこう豪邸。こんなイメージです。日本語とずれますので、要注意。いいですね、これ。解説もつけていけば。離れて、隔たって、アパート。むずくないですね。はい。パートは離れる。出発する、ディパートとかね。だから答えは A。 次、読めねえよ、なんて読むのこれ。1なんとかする、漢字か、漢字の問題だったから挑戦してほしいってことだったのか。ざっと目を通す、あーグランス、はい、これはこの間の高校の講座で教えた単語ですから、まあ、間違いないですね。健全な、堅実な、応有、サウンド、ぐっすり寝る、サウンドアスリープとかね、出やすいし、セーフアンドサウンドとかね、はい、安全、健全とか、そういうので出てきたりしますね。音だけじゃないんですよ。多義語の問題でも出てきたりしますね。続いて、小綺麗な、きちんとしている。ニート、はい、簡単。NEAT ですね。仕事がないやつじゃないですよ、ニート。きちんとしている。タイディーとかね、こう、きちんと物が並んでるとか、タイディー。どうしても使うね、タイディーアップとって言って。で、反対がメッシーですね。汚い、ごちゃごちゃ。前へ、先へ、外へ、前とか、外って私の専門ですね。OR?OR? OR? PR とかじゃないの。MR? 前系は P か F が多いね。FOR?FOR も合わないな。FORD も合わないな。足りないな。P?P? なんだろう ?A? 違う。B? BORD? C? CORE? D? DOOR? E? 無理だな。F, for, force か。あ、th, force ね。あー、put force とか。まあ、副詞っていうと相当少ないんで。あー、なるほどね。はあ、まあまあまあ、prior とか、そういうやつではないのね。いや、むずいよ、これ。無言の沈黙した、silent じゃないね。ut, あー、mute ね。はいはいはい。mute。mute するとかって言いますもんね。無秩序、混沌、chaos ですね。はい、カオスです。CM やったりしてますね。ナンパ船、残骸、知ってます。レックです。はいはいはい。この辺はね、知ってるんだよ。ノルマ、割り当て。はい。この辺も難しいでしょうね。クォータって言いますね、ノルマは。平野さんとの動画で確か話してますよ、僕は。ノルマのこと、クォータっていう。パンフレット、パンフレットじゃないですね。EA って来てるってことはいけないから。あ、リーフレットでしょ。なるほどね。ルザイだっけ、これ。に、フス。国外追放する。ルザイ、リュウザイ。国外追放だから外 X でしょ。だから EX でしょ。Expatriot 違う。Exodus 違う。Exile か。はいはい。ね、いや、Exile とかいるもんね。間違ってたらどうしよう。成功、感触？なんだこの感じ。成功、Propensity じゃないよね。成功、なんだ成功。なんだよくわからんな。うん、感触って医学用語。A, B, C, D, E, F, H, I, O, K, B。なんだろう。飛ばします。主張する、保証を求める、クレイムですね。はい。これはその保証を求める側のやつでもトイックは大事ですね。その保険とかで払い戻し求めるので、クレイムって出てきますね。備え付ける、設置する、インストールだよね。合ってますね。これもなんか今週の授業でやったな。すべてまとめて、全体的に見て、altogether。
ね、LT 精査する読み込むスキャンか、その間 meanwhile これもやったな、投影する見積もる、投影する RO、 プロジェクトか、ははは、そうですね、投影するだからデータ、この残時だか前時だかよくわかんないやつ、徐々に gradually、 一個だけわからん、なんだろう、じゃあ辞書聞きますか、辞書成功、 inclination 違うじゃん、 disposition 違うな、あ、転換か、そもそも漢字あってかな、転換って、エピレプシー、あーそうか、違うじゃん、エピレプシーも入らないじゃん、なんなんだろうこれ、わからんぜ、あ、転換じゃない、感触、感触です、感触はテンパーか、なんだ、あーそういうことか、大したことない単語だった、あー lose one's temper とかって言いますね、はい、はーはー、感触って怒ることなんだね、あー感触を起こすとかっていうもんね、なんで転換だと思ったんだ私は途中から、次行きます、では2021年行きます、はい、アンケート、あ、クエスチョネアですね、これ、そうそうそう、アンケートってね、サーベイでもいいですけど、はい、クエスチョネアって知らない人がいいですね、弁膜って読むのかなこれ、だペトの方じゃないってことだよね、あの鼻の弁じゃないよね、体の弁の方だから、バルブか、はあ、V まで出てこなかった、バルブですね、難しい単語だな、こういう医学単語急に出てくるんだな、永遠に永久に eternal、静粛な、厳粛な、草原な、solemn だから合ってるね、文字数ね、具現化する embody、うん、これはよく言う章の意味だよんって教えるやつですね、反社会的競技の強心的集団カルトね、はいはい、最近ちょっと話題ですね、辺境地、新しい領域、辺境地、新しい領域、あー、はい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 、西部開拓じゃないですか、フロンティア、はいはい、これね、よく忘れる単語です自分自身、西海岸ってって言って、もうサンフランシスコいたから出ないといけないんですけど、幾分やや、幾分somewhat とか、はは、副詞だもんね、錠剤、タブレット。ああ、この平たいね、方から、あの、タブレットコンピューター来てますね。瞬く、点滅させ、ブリンク。命名に、おのおので、respectively。でしょ ?respectively。はい。難題、板挟み、あ、ディレンマ、はい。ジレンマですね。結構最近の子供知らなかったりするんだよね、ジレンマってね。教えるときに。陸上へ、浜へ。アショー。はい。ショーの方に向かっていく。嫉妬深い、やきもち焼きの、ジェラス。厄介ごと、合併症。厄介ごと ?troublesome, cumbersome とか入らないな。まあ、名詞だしな。burden も無理だな。bothersome, 違うの、形容詞だし。あ、合併症、complication か。はいはいはい。設計、配置。設計デザイン配置 arrangement とかじゃないんだよね。配置。あ、レイアウトか。はい、レイアウトですね。配置。通路。パッセージじゃなくて、で、あ、アイル、はいはい、アイルシートのやつね、アイル、A、とてつもない、信じがたい、incredible、うん、これ言いましたっけ、留学してた時にトルコ人のルームメイトがしょっちゅう言ってた、incredible、incredible、迂回する、飛び越す、 detour が有名ですけどね、迂回するは、YP、B、バイパスか、はいはいはい、B、B ですぐ出た、はい、バイパスって言いますもんね、手術とか機械にもあるよね、バイパスってね、はい、受けを確約する、受けを、ギャランティーとか入るかな、グラランティー、あー、ぴったりだ、受けを、グランティー、受けをなのか、はい、確約する、まあ多分当てると思います、答え見てないんで、まあ、もしかしたら、はい、この編集の時に私答え見てチェックしなきゃいけないんですけど、受けをって意味あるのか、保証する、確約するがあるよね、ギャランティーって、あー、受けをあった、 I guarantee、 あー、そうか、 I guarantee it とか、 I guarantee、受け負うよって意味か。なるほどね。そういう意味になるのか。はい。という感じでした。第1個。もう忘れちゃいましたけど、なんか、1個分かんなかった。あと、めっちゃ苦戦した。日本語力も必要だな。ということでした。はい。皆さんは、どのぐらい解けましたか？はい。ぜひコメント欄でお聞かせください。英単語を出すっていうクイズ形式でした。はい。またなんかね、解いてほしい問題などあったら、お知らせください。はい。ご視聴ありがとうございました。Thank you for watching.